闇の炎に抱かれてしはい、どうも、最近チーズジャガというお菓子にハマっていて、ある日勢いよく蓋を開けたら表面真っ白い状態になって泣いた男ガイトです。この現象たまにありますよね。ラーメン屋とか行って割り箸をうまく2つに割れなかった時くらいモヤモヤします。もうあとね、多分皆さん僕のツイッターをまだフォローしてない方も多いと思うので、ぜひこの際に概要欄からフォローの方もよろしくお願いしますね。フォローしておくといち早く動画投稿した時の通知や、ここだけしか見れない動画やカイト君の日常も見れるので、ってことで今回は前回好評だったのでテストのチンカイトに突っ込んで第2弾やっていこうと思います。それではどうぞ。有機物をできるだけたくさん書きなさい。有機物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 。いや、ただ有機物を書き殴っただけじゃねえか。まあ確かにそうだけども、往生際が悪い最終手段で書いた感じがすごいわ。ちなみにここで NHK のような健全で教育性のある全年齢対象超有能チャンネルのこのカイトストーリーが答えを教えるとすると、有機物とは燃えると二酸化炭素を発生する物質、加熱すると黒く焦げて炭になる物質のことです。例えば砂糖、炉、プラスチック、木、紙などが挙げられます。逆に無機物とは有機物ではない物質のことです。例えばガラス、鉄、アルミニウム、水、食塩、二酸化炭素などが挙げられます。まあ僕レベルのケンブリッジ大学卒業生になるとこの問題とかちょろ Q すぎるんですが、そこんとこそこの生徒の君どう思う？ Google の検索機能って便利ですね。ちゃんとパイセン、この人物の名前を答えなさい。リーゼント。いや、セツコ、それリーゼントちゃん。ハゲた頭隠してる帽子や。年々年取っていくうちに薄くなってる本人も気にしてるんや。察してやってくれ。2月14日のバレンタインデーに女の子が好きな男の子にあげるものは何ですか？間違えて答えなさい。待てていうか、間違えてること前提かい。正当な答えではチョコなんだろうけど、回答なんだろうな。軽血チョコとかですかね。爪の切ったやつ、こういうやつ。1ミリたりとも嬉しくないどころかドン引きだわ。リアルにキモすぎて冷めるわ。先生が来るを敬語にしましょう。先生が降臨する。先生は魔王か何かかよ。敬語ってか先生来ることがゲームのラスボスのキャラの登場シーンみたいになっちゃってるからね。段を使って文を一つ作りましょう。例、段落のつながりに注意して文章を読む。段ボールを先生が食べる。いや、先生を何だと思ってんだ。今時ホームレスでも段ボール食わねえぞ。層を使って文を一つ作りましょう。例、兄がラジコン飛行機を操縦する。先生が体操で世界を変える。いや、だから先生を何だと思ってんだ。今度は先生がドラクエの主人公みたいな感じで体操で世界救っとるかな。枚を使って文を一つ作りましょう。例、ハガキの枚数を数える。先生はペラペラの一枚になる。いや、だから先生を何だ。本文に出てくるロングロングアゴとはどういう意味でしょうか？長い長い顎。誰がアントニオ猪木やねん。高校生の頃に顎長い男や女にモンハンに出てくる裏書きってあだ名つけるのやめとけ。下のイラストを完成させなさい。スイカの種。急にスイカ割りの難易度上昇した。これは肉眼でも普通に難しいやつ。右の図は動物の細胞と植物の細胞の作りを模式的に示している。次の問いに答えなさい。 1. A と B のどちらの細胞にもある A から U の部分の名称を書け。あ、梅干し。 E、ご飯。う、弁当箱。そうだね。ってなわけあるか。これ細胞の作りの話ね。仮にこれ弁当だとしたら、おはごまで。かに関してはラッキョ弁当にぶち込まれてんだけど。カッコの中に言葉を入れて歌を完成させなさい。今は、もう、動かない。水をかけたゲーム。誰しもが結構小さい頃に経験する現象。俺も小さい頃勢いで水の入った容器にお皿と一緒にゲームボーイアドバンス SP 入れちゃって、2秒後までに書いて発表したわ。TPO とはどのような意味ですか？とても、ポップな、お洗濯。いや、それは俺が今一番欲しいもの。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。